ポッドキャスト11時46分になっています。今日ちょっと遅くなりましたが、この時間読書の魔法です。毎週一冊おすすめの本ご紹介しています。選書コーナーです。おすすめの本は函館行動丸井前店さんにご紹介いただいています。今日はジャズの本をご紹介します。ジャズね、ジャズって難しいなというふうに思う方多いんじゃないでしょうか。難しいなと思うけど聞いてみたいなとか、ジャズが趣味ですって言えたらかっこいいって思う方も多いですよね。難しいなって思いつつも聞いてみたいっていう方は入門にいかがですか。今日ご紹介するのは山本加奈子及川良子著、漫画でわかるジャズ、歴史からミュージシャン、専門用語など楽しく解説です。ジャズってかっこいいですよね。軽快で楽しげなスイングジャズ、クールなモードジャズ、電子音を取り入れたジャズファンクなんていうのもあります。しかしながらジャズって何を演奏しているのかよくわからないって言われることもあります。初心者化するとなんかちょっと難しそうと思うこともありますよね。でも少しでもジャズに興味があるならこの本読んでみてください。難しそうと思っていた、もし敷居が高いと思っていたのがぐんと下がるように工夫されているということです。そもそもジャズって何だろうというところから、100年以上あるジャズの歴史、ジャズの基本、バンドの編成、楽器の説明など、漫画やイラストを交えながら分かりやすい解説をしてくれています。漫画で分かるというのがポイントですよね。ジャズに詳しい人にね聞いてね、詳しくいろいろ教えてもらうっていうのもいいんですけど、こういうところがよくわかんないから知りたいんだよねっていうところを知りたいじゃないですか。第3章はジャズの基本です。スイングジャズを堪能するならこのアルバム、ビバップを堪能するならこのアルバムといった、ジャズのジャンルごとに解説とおすすめアルバムが紹介されていたり、第5章シチュエーション別おすすめアルバムでは気合が入るジャズ、集中力アップなジャズなどなど紹介されています。これらの紹介に曲名はもちろんのこと、実際のレコードのジャケット写真も掲載されていて雰囲気も味わうことができます。ジャケットを載ってるっていうのがね非常にありがたいですし、ジャズでよく演奏される名曲、こういうのありますよとか、あとはジャズってなんかね難しそうで、古いレコードいや CD、ね、そういうのをなんか引っ張り出して聞くのかななんて思う方、いやそうだけじゃない、もう様々なアーティストがいて、えってこの曲ジャズだと知らずに聞いていたなんていうのもあるかもしれません。これね、この本はカラーで紹介されていて、すごくね分かりやすいんですよ。ジャズもね確かにはさまざま種類があって、でなんかよく聞くけどね、フリージャズってフュージョンって結局何なのみたいな人もこの本を読めば簡単に分かる。でこれをですね読んでるとおそらく聞かなきゃねっていう風に、もう早く聞かなきゃっていう風になるんじゃないでしょうか。でその他に、今日ですね英語堂さんがこんなのが載ってますよって教えてくれたのが、サックスの紹介ですね。ジャズといえばねサックスよく使われるじゃないですか。ジャズで使われる楽器というのもありますが、そのサックスもサクソフォンですけど、どんな種類があるのって、ソプラノ、アルト、テナー、バリトン、あるある。でこの楽器の名手でジャズアーティストでね有名な人といえばあの人とかいたりしますから、聞いてみたいなって。でこれイラストなので、いろんなねジャズアーティストの皆さんも似顔絵でイラストで紹介されてるんですが、これがなんか似てる。難しく考えず、このあたりからですね、ちょっと入門ということで読んでみるのいかがでしょうか。
ジャズは音量変化が頻繁にあって長時間聴いていても飽きにくい演奏で、あのジャズはその名盤と言われるものがあって、その曲ね、あのジャズのスタンダードの曲がありますから、これを聴いてそうそうっていうのはあるんですけど、演奏することによってちょっと雰囲気が違ったりとか、その演奏する人によってアレンジがねいろいろ違ったりとかっていうのがあるので、そこがねまた面白いところなんですよね。同じ曲聴いてもアーティストによってほら全然違うじゃないって思うこと結構あります。秋の夜長にジャズ BGM に読書なんていかがでしょうか。その時読む本は漫画でわかるジャズがいいかもしれませんね。青文堂新校舎から出ています、山本かな子、及川涼子、漫画でわかるジャズ、歴史からミュージシャン、専門用語などを楽しく解説です。See you in the next episode.